い、こんにちは、ニャでーす。ってことで、ウルグデイタラの最強テンプレ編成紹介していこうと思います。私が普段使いしている一軍の編成ですから、間違いなく強いです。パズドラ YouTuber が一軍で使ってる汎用編成ですからね。もう強さはお墨付きでございます。使用用途としてはですね、まあ、初見のダンジョン行ったりとか、新降臨とかね、まあ、その他、コロシアムとかでもそうですけど、初見のダンジョン行ったりとか、あとはですね、月クエとかも最近この編成でパパッと行っちゃったりしますので、めちゃくちゃ強いので、おすすめでございます。はい。特にね、最近、編成組むのがとにかくめんどくさいと。もう、組み替えるのがめんどくさいよって人多いと思います。この編成1個組んどけば、基本的に全てのダンジョン勝てるので、おすすめです。で、今回のおすすめポイントとしてはですね、特に月クエもいけるようにしてあるので、全属性とか、スキルターンプラス1とか、そういうね、ちょっとだるいギミックも対応してるところがいいところかなというふうに思います。で、多少ね、あ、ちょっと微妙だなってなったら、少し変えればね、強くなるんで、はい、こちらの編成マジでおすすめです。で、今からですね、バンと編成をね、すべて見せてもいいんですけど、それだと多分ですね、ほとんどの人組めないと思います。まあ当たり前ですよね。パズドラ YouTuber が使ってるガチガチの編成なんで、組める人の方が少ないと思うんですね。で、そうじゃなくてですね、みんなも組めるように、私ね、この編成の組み方からをですね、喋っていこうと思います。はい。まあどういうところ気をつけて、組んでいるのかっていうのをね、喋っていこうと思います。ということで、こんな感じで準備いたしました。はい。まあ、サブ、そしてリダフレですね。まあ、一応リダフレは置いたんですけど、アシストも何もつけてない状態です。こっからね、組む様子を見せていこうと思います。はい。ということで、編成組むために左に対策したいものリストを用意いたしました。こちらをですね、使いながら編成組んでいこうと思います。そしてですね、対策終わったものはどんどん消していこうと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、ウルグデイトナ、こちらですね。潜在、リダチェン潜在ついてるので、リダチェン消えます。はい、消していきましょう。はい、や、はいと。これで、OK。さ、続いてサブ決定していきましょう。サブなんですけど、まあ、ウルフデータのサブといえば、ダブル吸収枠、無効貫通枠、消せない覚醒無効回復枠、100% 割合ダメージ対策枠となってると思います。はい。一番決めやすいのはですね、この 100% 割合ダメージ対策枠ですね。まあ、軽減ループなんですけど、軽減ループね、そんなに選択しないです。ニューガンダムとか、アレンドとか、チャコルとか、あとセッカとかですかね。はい。まあ、そんな感じでかなりですね、選択肢少ないので、まずはそちらから決めていきます。で、今回選んだのはですね、はい。こちらでございます。チャコルですね。今回チャコル採用しております。採用理由としてはですね、暗闇耐性と帯耐性埋めてくれて、6回時も埋めてくれるところ。はい。こちらでございます。はい。強いですね。ということで、こちら採用したので、消していきます。まずは、軽減ループ 100% 割合ダメージ対策枠。こちらが消えますと。はい。消していきましょう。そしてですね、さらに、暗闇耐性枠も消えていきますと。はい。暗闇耐性消えていきます。はい。OK ですね。そして、帯耐性、こちらも消えました。はい。もう一気に消えましたね。OK です。さあ、で、続いてですね。続いてなんですけど、まあ、消せない覚醒無効無効貫通ダブル吸収の中で、決めやすいものを選ぼうと思います。これですね、消せない覚醒無効回復枠が一番決めやすいんですよ。なので、こちら入れていきます。理由も説明しますね。はい。こちら、ニースが採用されております。こちら、ダブル吸収枠じゃない、いや、消せない覚醒無効回復枠ですね。はい。しかも、HP50% 回復持ってるんですね。この HP 回復何の役に立つかっていうと、ウルトナってね、毎ターン 40% しか回復できないんですね。だから、40% 以上のダメージを受けた時に、自力で回復できないんですよ。そんな時ね、スキルで回復できれば復帰できるので、HP 回復のスキルが欲しいんですけど、なかなかね、持ってるキャラがいないんで、ニース、こちらめちゃめちゃ適役となっております。はい。なので、消せない覚醒無効回復はニースで確定したという感じになっております。そしてね、ついでに6解除も持っておりますね。はい。まあ、6解除は別にウルトラはなくてもいいんですけど、あった方が安定するので、いろんなサブ6解除あると安心かなと思います。はい。ということで、消していきましょう。消せない覚醒無効回復枠。はい、消えましたと。よし。で、さらにですね、HP 回復。こちらも消えました。はい。って感じになってます。6回じゃまだ残しときますね。はい。ちなみにこれね、ニース HP 1万5000あって、めちゃめちゃ HP 高いし、スキルブロックあんのも偉いですね。はい。って感じになっております。ということで、続いてサブ選んでいきましょう。次のサブなんですけど、まあ、ダブル吸収か無効貫通、どっちが重要かっていうのを考えてもらったらわかると思うんですけど、無効貫通はため直しが効くんですよ。別に。一旦殴って、で、ちょっと待ってからもう一回殴るができるんですけど、ダブル吸収って吸収されたら、またゼロに戻っちゃうんで、ダメージの削りがね。ダブル吸収の方が重要なんですね。ということで、先にダブル吸収を決めます。はい。まあね、お分かりでしょう。ここはですね、パーティー一択なんですね。はい。
はい、パティ強いもんだって。しょうがない。これはもう逃れられない運命なんでしょうがないです。はい。パティ入れました。こちら、L 字持っていて、で、ダブル吸収。そして、ロック解除陣ですね。2ターンダブル吸収持ってて、チーム HP も漏れてて、はい、めちゃくちゃ強いです。あの変身前2ターン変身とこれも強いですね。はい。パティを採用しておりますので、こちら消しておきます。はい。まあ、もちろん、パティ持ってない人はね、別のキャラでも全然大丈夫ですよ。はい。ということで、ダブル吸収消しましたと。そして、L 字も消えていきます。はい。L 字消します。で、6解除ですね。はい。L 字もそうだし、このね、6解除陣、こちらも持ちます。サブ4体中3体6解除持ってますから、これで消していいでしょう。はい。そしてね、L 字持ってるんで、アシスト無効回復潜在つけてるんで、アシスト無効回復もこちら消えております。はい。ということで、だいぶ消えてまいりました。はい。さあ、ラスト1体無効貫通枠なんですけど、ここで重要なのがですね、全属性必須というところです。はい。で、水属性が必要ですね。もうね、火、木、光、闇は埋まってるんで、水属性が欲しいので、水属性の無効貫通枠といえばですね、はい。こちらですね。はい。ポルナレフでございます。今回ポルナレフ採用しております。ポルナレフね、これね、変身前スキル2ターン変身と持ってるのも偉いし、これね、お邪魔耐性持ってるのも偉いです。そしてもちろんね、3ターンで打てる無効貫通、自分の火力5倍。で、上限解放と泥鏡まで持ってるんで、やっぱ優秀ですね。はい。泥鏡持ってるのも偉いですから。ってことで、こちらポルナレフ採用していこうと思います。はい。無効貫通枠消えていきましたと。で、お邪魔耐性も消えましたので、よろしくお願いします。はい。ということで、ここからはですね、アシスト無効、あ、で、もう一個消えたわ。はい、これでね、5属性全部揃ったんで、全属性必須、こちらのギミックも消えましたということになっております。はい、OK ですね。さあ、ということで、はい、残りは、雲耐性、毒耐性、封印、初手変身、スキルターンプラス1のギミックが残っております。とりあえず、一旦リダフレのアシストつけましょうか。これはもうね、一択なんですよね。はい、まあ、ショーテルをつけましょう。はい、ショーテルと。よし。みんな大好きショーテルですね。まあ、ショーテルは別にいっぱいいります。クレイモアとかでもいいし、まあ、なんか他のね、ウィン二つキラー持ちだったら何でもいいですね。コピスとかね。まあ、いっぱいいます。本当にカッカブとかいろいろいますから何でもいいですね。はい、リダクレは決定しました。で、次なんですけど、初手変身するには、今ここ2ターン変身と2ターン変身と持ってますね。で、まあ、2段階変身目が6ターンなので、あと2ターン変身とかあれば、とりあえず初手変身はできるということになりますので、はい、決めていきたいんですけど、つけるなら、まあ、チャコルが、ニースですね。はい。で、ニースね、見てもらったらわかる通り、バインドないんですよ。ってことは、アシストでバインドつけなきゃいけないんで、バインド2ターンヘイストといえば、もう一択ですよね。はい。こちら、つけていきましょう。10連ガチャドラでございます。スキルターンはね、1で OK です。はい。10連つけました。10連ね。これ、消せない覚醒無効回復も揃ってます。上下でね。はい。裏溜まっても、表溜まっても、消せない覚醒無効回復なんで、安心ですね。はい。ということで、これで雲耐性も埋まりましたので、消していきましょう。はい。雲耐性。はい、消していきます。そしてですね、これで6ターン変身も終わったので、初手変身、こちらも終わりにしていきましょう。ちなみに初手変身に関してはですね、これ遅延食らってもですね、こっちの2体変身キャラが入ってて、どっちも2ターン変身と思ってるんで、最悪遅延食らってもポルナレフパティは残ってると思うので、それで変身できるのも強みとなっております。ある程度の遅延も対策できています。っていうのも強みですね。はい。さあ、で、ここでですね、重要になってくるのが、スキルターンプラス1なんですけど、まあ、これはちょっと後で置いときましょう。先にね、この毒耐性と封印が埋まってないので、毒耐性と封印埋めちゃいましょう。はい。さあ、ってことで、ここをパティにつけていくんですけど、誰をつけるかというとですね、はい、こちらでございます。ジンオーガさんですね。こちら、なんでこいつを採用してるかというと、まず封印と毒耐性を持っております。そしてね、スキルなんですけど、これね、3段ダブル吸収なんですよ。ちゃんとね、ダブル吸収のキャラにはダブル吸収つけたいですから、ダブル吸収にはダブル吸収、消せない回復には、消せない覚醒無効回復には消せない覚醒無効回復ってことで、はい、同じスキルつけたいですから、今回ジンオーガにパティ採用しております。属性も一致してるしね、悪いところないです。はい、ジンオーガ文句なしの採用でございます。はい、ってことで、こちら封印も消して、毒耐性も消します。はい。よし。あ、ちなみにね、ジンオーガなんですけど、これね、ちゃんとね、ロック解除陣まで持ってるんですよ。パティダブル吸収、ロック解除陣、2ターンダブル吸収じゃん。ジンオーガは3ターンダブル吸収、ロック解除陣なんで、もう完璧なんですね。はい。って感じになりました。ということで、アシストあと2枠でございます。あとスキルターンプラス1さえ埋まれば何でも OK って感じですね。はい。さあ、ということで選んでいくんですけど、ではもうチャコルから選んでいきましょう。はい。で、ここでね、あ、何を選ぶか話さなきゃいけないんですけど、何を選ぶかっていうと、スキルターンプラス1ってことは、ウルトラの変身ターンがですね、これ、6ターンから7ターンになるんですね。だから、6ターン変身じゃ足りないんです。なので、1ターン変身以上を選びたくてですね、はい、まあ、1ターン変身以上で、今回入れたいキャラクター、そしてね、まあ、隙間の兼ね合いもあってですね、今回採用しているのが、はい。こちら、マーメイド武器でございます。はい。これですね、スキブ持ってて、チーム HP 持ってて、泥鏡持っています。で、2ターン変装ですね。強いんですね。はい。
ということで、スキブチーム HP2 ターン変質と驚きょうってことで、チャコルにこちら、マーメイドをつけております。よろしくお願いします。はい。ということで、これでね、スキルターンプラス1の枠も終わりました。はい。完璧ですね。よし。ってことで、残り1枠決めていきましょう。残り1枠ね。はい。やっぱ、ドロキョウ欲しいですよね。はい。余ったので。余ってるのはドロキョウが欲しいと。で、こちらですね、ボルナレクもバインドないんですよ。なので、バインド持っていて、ドロキョウがあるやつで、できればね、今水埋まってるんで、火光のドロキョウが欲しいんですね。となると、選ばれるのが、こちら。はい。サンタクロースでございます。最後になんとなんとですね、無課金武器が採用されました。こちら、火光機のドロキョウ2個ずつ持っております。はい。やっぱね、編成に火光と水のドロキョウ2個ずつは欲しいですから、こちら、サンタクロースと、こちら、マーメイドで火水のドロキョウ埋めてるよという感じになっております。はい。これでね、完璧に編成組み終わりました。はい。これで完成でございます。いやー、いいんじゃないでしょうか？はい。だいぶ伝わったんじゃないでしょうか？はい。ということで、まあ、これでね、完成したので、ここからですね、いつも通りの代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、ウルトナにショーテル、ニースにジューレン、ポルナレフにサンタクロース、パティにジンオーガ、チャコルにマーメイド、ウルトナにショーテルです。継承全部スケルベ1で OK で、HP プラスが2つ、HP プラプラが3つついてます。で、この編成の HP は2708709。必要スキブ27で、バッチ HP です。リダフレ逆はもちろん OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が8個、封印と毒と雲と角色ドロキョウが必要です。ショーテル、こちらドラゴンキラーと回復キラーとウェイが役割で、火力盛りで OK ですね。クレイモアとか、マサムネ、コピス、ツバイハンター、マルカブ、アルフェッカ、ファクト、レオニス、カッカブとかで OK です。続いて10連。こちらバインドスキブチーム HP、雲2ターンヘイスト、消せない核戦無効回復が役割で、バインドスキブ HP、雲ヘイストに注意して、ミリアとかバレリア、センリー、ラマモア、境界。とか、シンとか、花沢で OK です。続いてサンタクロースです。こちら、バインドと火、木、光ドロキョウが役割ですね。これ、ダンジョンキャラです。バインド注意して、自由枠ですね。レイランとか、クリスマス、イルミナ、水着トール、ジュダ、ジョダに、カリンに、メイメイとかで OK です。続いて、ジンオーガです。こちら、封印と雲とダブル吸収が役割ですね。封印毒注意して、自由枠です。アレキサンダーとか、エクシア、銀河、極楽鳥、ダブルゼータガンダム、埼玉、フローディア、水着ミナカとかで OK です。続いて、マーメイド。こちら、スキブとチーム HP と水回復ドロキョウと2ターンヘイストが役割ですね。スキブ、HP、ドロキョウ、ヘイスト注意して、アイアンマンとか、メビウス、徳川和也、雪村、ドフラミンゴ、ボンド、竜&剣、ユリシャとかで OK です。続いて本体代用のための役割です。カッコの中レア度です。まずニース、こちらスキブ6でレア度6でロック解除と消せない核戦無効回復と HP 回復が役割ですね。こちらスキブ6に注意して消せない核戦無効回復で OK です。レイランバードとかスクイー、10連神結び、ミリエラ、レオナ、なんとか、アーニャ、クリスマスグレモリーとかで OK です。続いてポルナレフです。こちらスキブ3でお邪魔とレア度7と2ターンヘイストとドロキョウと無効貫通が役割です。スキブお邪魔ヘイスト注意して無効貫通で OK で、ジン、アメノムラクモ、ヒシベロハン、フランキー・フランクリン、オウキ、水着トール、オーブ、ロイド&フィオナ、水着、究極デイトナ、究極リョーマ、キヨ、カリンドラゴンで OK です。続いてパティですね。こちらスキブ2で L 字でチーム HP とレア度8と2ターンヘイストと6解除陣とダブル吸収が役割です。スキブ L 字 HP 注意してダブル吸収で OK で、スキブ L 字 HP 注意してダブル吸収で OK で、ズゴックとかブチャラティ、ナミ、ヒドーナ、リュウメイ、グレオン、アムリニア、水着マリエル、ギルガメッシュクルとかで OK です。続いてハロウィンチャコルです。こちらスキブ4で暗闇でレア度9でロック解除と軽減が役割ですね。スキブ暗闇注意して軽減ループで OK で、嫁イザナミ、ギデオンジュラ、アレンド、タロウ、チウ、セッカ、スオ、ラビリル、グリゴリー、アテン、ニューガンダムとかで OK です。ということで以上です。もしよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そしてね、通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。